まあ、チャギアンダースか。今日歌いますけど、なんか武田薬品と飛鳥製薬が、武田&飛鳥製薬が男性ホルモンアンドロゲン売ってる、アンドロゲンを売ってる、医療用で売ってると思うんですけど、まあいろんな病気に、なんか成長ホルモンみたいにいろんなあれに使うんでしょうか。産み分けって確立されてるんですか、男女産み分けって。多分なんか専門家は知ってるんじゃないですか、ね、公にはされてないんじゃない公にされてないんですけど、男女、子供の男女産み分けはやっぱ男性ホルモンの暴露かなんか、男性ホルモンの濃度によって決まるような気がしますけどね。女性が受精直後に男性ホルモンをちょっと打ったりすると男性になりやすかったりする。